ア・リーグ・エンゼルス・アストロズ、2018年4月24日ヒューストン、エンゼルスの大谷翔平投手、23日、日本時間25日、敵地ヒューストンで行われたアストロズ戦に先発し、6回途中6安打4失点で、1点リードの場面で降板。しかし2番手アルバレスが逆転2ランを浴び、大谷の3勝目は消えた。右手中指の、記事全文を読む。